ピラティスと呼ばれるエクササイズを今日はご紹介します。コロナ禍でどうしてもおうち時間が増えると気づいたら悪い姿勢で過ごしていたりしませんか？耳が痛いです。心当たり私は大いにあるんですけれども、はい、そこでですね、今日はお家で簡単に、まあ、姿勢もよくできるし、あと体の引き締めができちゃう、そんな体操をご紹介させて、していただこうと思います、はい、プロの方にお越しいただきました、スタジオにはピラティス&ヨガスタジオ T2 スタイル代表の田中貞子さんです、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。画面からも姿勢の美しさ、スタイルの良さ伝わりますよね。憧れる。もう本番前の歩いている姿も見たんですけど、まあ素敵な美しい歩き姿でございます。はい、その田中さんですけれども、はい、ピラティスインストラクター、ヨガインストラクターで、はい、美脚美姿勢をテーマにパーソナルトレーナーとしてご活躍されています。また講師として指導者育成にも携わっていて、はい、現在20名の認定インストラクターが参院でご活躍されています。すごい。でまさにそのご指導風景ご覧いただいていますが、はい、そのピラティスっていうのは、はい、そもそも具体的にどういうものなんでしょうか？あ、そうですね、ピラティスっていうのはお腹周りのこう深層の筋肉を意識して鍛えることによって骨格の歪みや偏りなどをこう整えていくという、はい、まあ、それによってですね、こうスポーツ選手だったらパフォーマンスが上がってきたり、皆さんだったらこうしなやかで綺麗な体のラインができてきたり、肩こりや腰痛の予防などもできたりします。すごく幅広いですよ ね、 そうですね、効果がびっくり。また運動経験少ない方でも取り組めちゃう。そうですね、初めての方でも、はい、いやもうそれはぜひとも運動経験少ない私もです学びたいなと思うんですけど今日せっかく貞子先生にスタジオにお越しいただいているので、はいはい、何かスタジオでもできるような簡単な基本的なエクササイズを教えていただけますか？分かりました。美脚美姿勢ということで、まず立ち方をきれいにしていきましょう。基本の木ですね。基本の木です。立ち上がった方がいいですね。前に出ましょうか。はい、はい、よいしょよいしょよいしょ。さあ前に出ます。はい、ちゃ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 、はい、まずは立ち方なんですけれども、はい、皆さんこう足を真ん中に揃えていただいて、はい、そこからね親指1本分ぐらい足をちょっと外に開いてみてください、はい、さあその時に実は美脚っていうのはですね、穴、足のところの隙間が4つ開きます。4つ、はい、かかととふくらはぎ、ふくらはぎと膝、膝ともも、そして内ももと骨盤のところですね。本当だ、はい、4つ。これがねこう開いてしまうと O 脚になってしまうんですね。 O 脚です。はい、で膝までくっついてるけどふくらはぎ離れてるということは XO 脚とか非常に日本人に多いパターンになります。なるほど、はい、じゃあまずここに4つ穴ができるように、はい、まずそこからですよね。そうですね、これも今日の一つエクササイズになるので、いやもうすでに意識するだけで結構内ももとかが、ね、そうですね。えこれ予算を作るためには どうしたらいいですか？そうですね、では一緒にやっていきましょうか、はい、まずはももの真ん中にシールを貼ってください。シール、なんとなくそんなイメージです、はい、そのまま膝を曲げてみますね。曲げる、はい、そしてこのシールを外に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 回転させるように内ももとお尻をキュッとくっつけてみてください。そしてまた曲げます。はい、またまた外にクーッと締めて内ももを締めて膝もキュッとくっつけましょう。痛い。さあそこにお腹の力を入れて、はい、はい、また曲げたり締めたりを、そうです、そうです、体幹のインナーマッスルも使いながら内ももからお尻を締めていきましょう。そうですね、ちょっとブルブルして、実はこれね30回はやってほしいです。30回、はい、まだ多分私3回くらいしかしてないんですけど。そうですね、徐々に回数を増やしてぜひ1ヶ月ぐらいかけて。でもこれが基本なんですもんね。そうですね、そこに立つと皆さんどうですか、こうシャキンと立てる感じが。確かにないですか？もうだいぶなんか立ち姿変わった感じがした感じ、視界が開けた気がします。はい、そうです、そうです。そしてもう一つちょっとお伝えしましょうか。はい、お願いします。はい、きれいにね体幹から下半身が安定してきたので、今度気になるやっぱり猫背だったりとか、それからスマホ首のようなストレートネックですね、気になりますね。はい、そこはまずは手を4つ4指を絡めていただいて、そのままね、はい、頭と首の間に手を置きますね。はい、はい、でそのまま息を吸って胸を少し天井の方に持ち上げるようにしながら、ちょっと肩甲骨寄せてみましょうか。あ、はい、釣りそう。そして1回肘を曲げて息を吐きますよ。はい、また吸って
お腹を伸ばしながら頭でちょっと手を押すようにしましょうか。押す感じどうでしょう。背中からお腹使う感じありますかね。プルプルしてる、はい、そしてまた肘を曲げて、そうですそうです、はい、そこからもう一回いきますよ。頭でぐーっと押して胸を開いて肩甲骨。見た目はこう気持ちよさそうですけど、さやかさんプルプルしてるってことはちょっとねやっぱ使ってますかってイメージ、はい、なるほど。またまたまたできたこれね、また30回ぐらいできた方がいいので、さあラスト2回いきましょうか。ぐーっと胸を開いて頭で手をして、でもとっても綺麗ですよ、はい、もう一度いきましょうか。さあ最後ですよ。お腹を伸ばしてさやかさんのほっぺたの血色がどんどん良くなっていって、ね、はいです。さあどうでしょう、そのまま手をゆっくり下ろしてもらって、はい、はい、どうでしょう。あ、首ラインがとっても綺麗になりましたね。すごい、すぐ、はい、フェイスラインも、ね、綺麗になるので、この首のシワだったりとか、はい、こうリフトアップも期待できます。いやー、いいですね。確かになんかの伸びた感じ、伸びた感じがありますよね。あとやっぱインナーのマッスルが、マッスル、マッスルポカポカ。これは座ったままとかでもできますか。そうですね、座ったままでもできます。じゃあ本当ながらで、はい、ですね、家でできるんです、ね、ちょっと半身浴中とか、あ、とってもいいと思います。呼吸入れながらぜひやってみてください、はい、いやいや本当にすごく参考になりましたけど、ね、なりました。いや、ね、この1回で終わりというのはもったいないということですね、はい、8月からなんと定子先生にこういったお家でもできるような簡単なエクササイズを、はい、定期的に教えていただこうと思っております。どうぞ8月からもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで田中定子先生でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。